髪の毛染めてないよ。こんばんは。お風呂に入りました。私はもうお風呂に入りました。こんばんは。いい角度見つからない。うん。もうあとは歯磨いて寝るだけ。眠いもう今日は眠い。多分この配信が終わったらすぐ寝ると思う。いっぱい寝てね。ありがとう。みんなも配信終わったらすぐ寝てね。明日朝から元気に活動できるように。はい。なんか聞こえてくるんだけど、なんだろう。まあいろいろとちょっと私の中でも発表されたなって思いながら過ごしてましたうん。あ、ついに卒業公演と卒業公演と最終活動日がなんかね、なんだろう、いろいろ決まって発表できてよかったっていう気持ちと、ああ私はとうとうあと数日後でこのアイドル活動、アイドル人生終わるんだって思ったら、あ、なんかいろいろあったなとかって思って、なんかねいろんな気持ちがわーって出てきてね。ってなってましただからね、昨日配信しようかなって思ったんだけど、なんか昨日はなんか無理だった、すいません
ギフトありがとうございます。まあね、あのね、あとはね1ヶ月ちょっと楽しい期間にしていきましょうってことでね、うん、笑顔でいきましょう。笑顔で、なんかね、もともとね月曜日に卒業公演を提案されたんですよ、11月の中のね某月曜日。さすがに月曜日はなくないと思ってそう、だから私はそこ、それをあの抗議しましたよ、言いましたよ、もちろん。いや月曜日はたとえ私がなんか卒業するってなってみんなが頑張って来てくれるっていうのはあると思う、たとえね月曜日でもね頑張って来てくれるとはね私も思うけど、それはさすがにね、やっぱみんながねお仕事とかが、まあ、まあ土日関係なくある方もあると思うけど、やっぱ土日の方がいいですって言ってまあそのね、いやそんなこと言い出したらキリがないよ。だってさ、まあ平日休みの方もいるし、その今宿が安いって言われた方もいると思うけど、でもなんか世間一般的にはさ土日の方がさ格段に多いじゃないですか。全員に合わせるのは確かにキリがないしないけど、でもでもさイベントごとってさやっぱ土曜日曜がさみんなが来やすいじゃないですか、そっちの方が割合的に。だからいやーちょっと月曜はさすがにないでしょうと思って、それはもうあの言いました、いや土曜日お願いしますって言ってそう、で私が23日の土曜日でお願いしますって言ったらその日になったので、うん、そう勤労感謝の日です。ギフトありがとう。
そうでもそのスタッフさんに私がいろいろと提案、この日どうですかって言ったら、それは、うん、頑張って調整してみるねって言って、それは心よく皆さん動いてくださっているので、だからなんかすごい多分なんだけど、うん、ちょっとだけそのファンの皆さんとのその感覚を推し活と、なんかそれめっちゃ悪い意味じゃなくって、皆さんがそのエンタメ業界との感覚と、そのファン側ファン目線で動いてる感覚とで、なんかちょっと乖離がある気がして、そうそうそう、だからなんかこれはでもなんか仕方がないことなのかなとかって思いつつ、でもやっぱうんとかって思う。でそうそうそう、なんかまた予算とかその日誰が行ける誰が出れるかとか、なんかそういうまた違った問題になってくるから、いやこれってまあ確かに難しいよなとかって思いつつまあでもそうですね、そう結果良かったっていうか、いろいろとなんかね言ってからすごい答えてくださることをなんか調整していますねって言ってくださるので、ことが多いので、そうなんかね結構ね推し活経験あることってめっちゃ大事だと思います。もう本当になんか、うん、大事だと思うなんか運営さんがそのね、私たちがあこうがいいと思いますよって言ってくれたら、なるほどそうかって言って、でなんか頑張って動いてくださったり、そのなんか流れてるんだけど、なんなのさっきから石焼き芋、なんかそう、まあまあまあなんかなんだろう、頑張ってあ分かったこうした方がいいねみたいな感じで取り入れてくださるんですよ上の皆さんって。だけどそのなんだろう、私もねあれなんですよ、学生の時にまあ好きなエピンクっていうねグループがあって、でそれでまあナウちゃん尊いみたいなナウちゃん尊すぎるみたいな、そうなんか尊いみたいな、なんかその経験をね私もしたことがあるんですよ。だからそれをするしてないのとしたのとじゃあなんか全然なんか違うなって思って、だからこそ私も湧き出るなんかその想像があるし、湧き出るなんかこうインスピレーションがあるしだからそういうなんだろう
推し活経験がをぜひ体験してほしい。例えばさ、なんかさ、あこの日は休みだからあのイベント行けるなとかさ、ってなったらこの日はこの現場にあれとあれ回って、なんかあれするくない、なんかいろいろまずその聖地巡礼してみたいなとかさ、なんかあの子が撮ってた場所で、同じ場所でまず撮って、でその後なんかカフェ行ったりとかして、でグッズ買ってってなったらみたいなさ、なんか結構さ計算するくない？そうだからなんかさ、お仕事ってあのお仕事あれじゃないよ、押すことね、お仕事経験って結構さこの業界で大事だ、あれだと思う、経験だと思う。そうだから運営さんにはぜひ何か推し活をちょっとおすすめしたいと思います。大事かも。うん。そう、なんか研修オタク経験オタク研修何言ってるんだろうこの時間に。焼き芋？廃品回収？焼き芋か。え、なんか焼き芋食べたくなってきた。買ってこようかな。焼き芋食べたい。私ね、豆腐屋さんで豆腐を買ってみたいんですよね。あの指をさピッてさやってさ、なんか50円とかにしてほしい。あでもなんか指は突っ込んでほしくないな、なんかあの角をちょっとポッなんかこう削って50円にしてほしい。
私がなんか昭和の体験をしたいのは、豆腐を買ってみたいのと、あとなんかめっちゃ後ろに積んでて、それで自転車漕いでる人とに会うことと、あと今はなんか、そうだな、昭和の駄菓子屋さんに行ってみたいですね、もし昭和に戻れたら、戻ったら、タイムスリップしたら、すべて経験しています。すごい、楽しそう。ゲバントホールの近くに豆腐屋さんあるんだ、知らなかった。こんばんは。オールウェイズ三丁目の夕日みたいな、なんかそういうザ昭和な街並みも見てみたい。でもさ、令和生まれの子、令和生まれの子はさ、今6歳かな、小学1年生になったんかな。え、令和ってもう6年よね。おう、あ、ギリしょ、ギリ5歳。5歳か。じゃあもう来年から、来年再来年からはもう小学生が出てくるってことだよね、令和生まれ。6、7年したら5、もうすぐに中学生とかにが出てくるってことか。きゃー、あっという間だろうな。令和生まれの子がさ、なんか中学1年生とかでさ、アイドルになり始める子がいるってことだよね。ちょっと信じられんかも。すごい。まあいずれね、いずれ時はね、どんどん過ぎていくから、高校、令和生まれの高校生、大学生、すごいな。私何してるかな、その時。カフェを開いてそう。そうだね、カフェ開いてみたいよね。カフェ大好き。でもまたなんか開くってなったらちょっと違うんかな。
私が、あれでやってたら、あれ、キッチング、キッチング、ん？キッチンカー？キッチング（笑）キッチンカー、キッチンカーとかカフェ巡ってみたい。いやでもまず覚えないとな、入れ方衛生管理資格から。そっか、まあ私がもう少し大人になったらキッチンカー開いたら、皆さんどんな場所でも遊びに来てくださいね興味はあるんですよ、興味はあります。車は私運転できるんだよ。あとはあれだね、コーヒーの、コーヒーとかカフェラテとかの作り方とか覚えることだねでもクッキーも焼きたいな。そう、ちょっとバリスタにとして勉強する時間と、クッキーを焼いて販売するのと、あとなんかいろいろ許可もらわないといけない。キッチンカー楽しそう。みんなめっちゃ手伝ってくれるじゃないですかクラファンだったからクラファンだったらお手伝いしますとかすごい、ありがとうございます。私は簿記資格持ってるんですよ。でももう忘れちゃったかも忘れちゃったかもいけるかな、無理かも。うん、 FP も持ってるよでももう忘れちゃったかも借り方、貸し方
あれですよ、カーリって書いたらリがピーってこっち向くから、左向くから左側がカリで、カーシはシは右に向くから右がカシ、貸借、貸借対照表。難しいな。減価償却費、減価償却費ちゃった。でもたまに私あの普段の日常で使うんだよね。まあこれはあの減価償却されてるからみたいな。家族に対して日常生活でたまに使わないこともないんですよ、うん、でももう忘れちゃったわ何もかも。単語だけ覚えてる。あれだけ毎日いろいろやってたのにな。一級難しいよね。私もでも簿記ね、一級取ろうとね勉強してたよ。分厚い教科書持ってた。でも全然分かんなかった。商業簿記と工業簿記ってあって、私は工業の方がまあ好きだったけど、でも全然分かんなかった、何してんのか。私は工業簿記の方がね好きだった。商業簿記はね訳分かんなかった。なんか工業簿記の方はどっちかっていうと、なんかなんだろう、図面図面を図面っていうか、なんか自分の中で三角書いて、でなんかそのなんていうのかな、その三角を穴埋めするような感覚で図にしてなんか解いたら結構正解してた。なんかね、図にしてもね正解がね求められないです、わかんないです。そう、原価計算とかね、今何時だろう、時計がない。あ、11時6分。あこの動きが動き行き交う工業簿記、工業簿記、商業簿記、でも今だったらもうちょっとちゃんと勉強してよかったなって思う。それで私の友達はちゃんと勉強して会計士とか税理士の資格を取っているのですごいと思います。私はもうそこまで耐えきれなかった。すごいよね本当に。
あそう、私の友達はすごいんです。私は何もすごくなくて、友達はすごい会計士の子と税理士の子がいる。そうだから何かあんたん友達に頼ろうと思います。アイドルする方が難しい。そうかな、そうなんかな。そう、私は何もすごくないんですよ。私は何もすごくないの。だって私はアイドルはだってみんなに応援してもらえるお仕事だからさ、可愛いとかさ、すごいとかっていつも褒めてもらえるお仕事だから、よっぽどみんなの方がすごいと思う。コツコツ働いて、うん、そうやって資格とか頑張って取った人すごいと思う。こんばんは。じゃあそろそろ終わろうかな。よいしょ。おお。最後に大あくびを書いて終わります。じゃあね。13位あんちゃん、12位はるきんぐさん、11位アーリーさん、10位ズーミーさん、9位サーポンさん、8位マグさん、7位なべなべ社長、6位ウリンちゃん、5位ウミガメさん、4位シロフクロウさん、3位ソリオさん、2位カタカナのタカさん、1位はクジマサさんでした。ありがとうございました。それではおやすみなさい。おやすみ。バイ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 。